IC2118 または NGC1909 はエリダのス座の方向約900光年の距離にある反射星雲。非常にかすかな星雲で近くにあるオリオン座の青色超巨星リゲルによって照らされて輝いている。その形状から魔女の横顔星雲という通称でも知られている。赤よりも青い光をよりよく反射するダスト粒子の性質は魔女の頭に青い色を与える要因となっている。電波観測では IC2118 全体にわたって星雲内の分子雲と星形成の指標となる1、酸化炭素の放射基線が見られている。実際、星雲の深部には全種系列星といくつかの古典的ティタウリス星の候補が発見されている。IC2118 の分子雲はおそらくオリオン OB1 アソシエーションの大質量性によって吹き飛ばされる水素分子の巨大なスーパーシェルである広大なオリオン。エリダヌススーパーバブルの外側の境界と隣り合っている。スーパーシェルが星間物質に向かって膨張すると星形成に有利な状況が発生する。IC2118 はそのようなエリアの一つに位置している。明るい反射星雲の風に吹かれたような外観と彗星のような形状はオリオン OB1 の高高度大質量性との強い関連を強く示唆している。IC2118 の彗星のコマのような部分がアソシエーションのある北東方向を指しているという事実はその関係を強く支持するものである。ありがとうございます。